あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランを打たれています。試合中盤、徐々にリードを広げられています。打席には2番バッター、ソト。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。スワローズ、この回追加点を許しています。西さん、勢いが出てきましたね。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。打ちました。山田、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズツーランホームランで得点を追加しています。3対0、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や、インサイド落ちました。これはどうか、ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター坂口、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあ、ここも打っていけるか。平、まずは先頭バッターを打ち取っています。ナイスコースですよね。アウトコースのストレート、力があります。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、4球目は何か。低め、これは外れます。引っ張った、ロペス。一塁そのまま入ってアウト。2番バッター山田、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあ、ここも打っていけるか。2アウトランナーありません。改めてお聞きします。バッターの山田、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。そうですか。次が3球目、空振りになります。ワンボールツーストライクです。釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。打ちました。痛烈、ファウルになります。ボールカウントは2ボール2ストライクです。打ちました。弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって3対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。1回の裏、ランナー二塁三塁のチャンス。しかし三振に倒れます。先制とはなりません。得点圏に2人ランナーを置いて、しかしバットに当たりません。先制のチャンスを逃します。3回の裏、このチャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。ここも先制とはなりません。チャンスの場面、弾き返すも外野へのフライとなります。なかなかゲームが動きません。回は4回に入ります。得点圏には先制のランナー、4番佐野、ライトへのタイムリーヒット。スワローズ先制点を奪われます。5
5回2アウトで2塁にランナーを置いて1番梶谷、甘い球を見逃しませんでした。スワローズ2点を追加されます。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。 DeNA ベイスターズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはオースティン。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。前の打席はピッチャーにしてやられた感じでしたね。ええ、ここはいいところを見せたいですね。そうですね。スワローズビハインドで迎える6回です。内へ持ってきましたが外れました。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。ボールになります。これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。アウトコース外れました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは5番ロペス。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ワンアウトランナー一塁です。警察狙い、インコースに攻めてきました。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。センター弾く。それを拾って三塁へ送球する。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には宮崎が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。際どい球、わずかに外れています。ライト方向を流しました。打球はライトへ。ライト掴んで2アウト。さあそしてバッターボックスには戸柱が入っています。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。初球から積極的に振ってきました。次が2球目、外。ここはあっという間に追い込んでいます。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。ショートが構えます。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。
ストレートはあまり使っていません。6回の裏、ヤクルトスワローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。青木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。いいところだったんで打ちたかったですけどね、ええ、まあ切り替えてここで結果を出したいですね。そうですね。スワローズビハインドで迎える6回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、まあこの辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね。ええ、そうですね。外へのボールは入りません。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った。これはどうか。ライトの前、あっという間にライトへ。青木、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは4番村上。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。チャンスだったんでなんとかしたかったんですけどね、ええ、まあ切り替えてここで挽回ですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。内へズバッと投げ込んできました。まあインコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。はい。打ちました。ピッチャー取った。セカンド送球、二塁アウト。バッターボックス西浦。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがレフトフライに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。打った。レフトに強い打球。レフトバックする、バックする。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。西浦、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。いいコースですが外れています。際どかったですよね。はい、低めわずかに外れてボール。3球目は何で来るか。インコース低めのストライク。難しい打球でしたがセカンドがうまくつかみました。これでツーアウト。ファインプレーに阻まれてしまいました。いやー、まあこれは仕方ないでしょうね。つながらなかったですね、まあまだチャンスは続いていますんでしっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。ジャストミート、落ちた。ヒットになる。バックホームする。サードランナーがホームに帰っていきました。スワローズ1点返しました。3対1。なおも三塁一塁のチャンス。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。ベイスターズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、平ここで降板です。
さあそして打席には島が入ります。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く返しておきたいところですね。なるほど、そうですよね。ここは一塁ランナーを走らせて勝負、流し打ち破っていく。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。スワローズ1点返しました。3対2になりました。さらに三塁一塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。このまま勢いをつけたいですよね。これで1点差に詰め寄りました。バッターボックスには代打のエスコバー。西さん、この辺りで追いつきたいですよね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。初球ストライク。落とした。これは空振りです。すぐに追い込みました。